閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を追う君へ、思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。糸を洗う方じゃない、と僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる瞬間を。夢を君へ、思い出したくじけそうなら、いつだって物語の主人公が立ち上がる限り、物語は続くんだ。人を笑う